では今日はコーヒーの入れ方をご紹介いたします。コーヒーは、同じコーヒー豆でも入れる道具によって味が随分と変わります。まあ、その代表的なものを今日は2つご用意して、ご紹介いたします。よく、一般的にご家庭で使われているペーパードリップですね、ドリッパーとサーバーという道具、あと、最近はこう缶ではなくてコーヒーの粉の量、お湯の量を目で見て分かる量で測っていくというこういう測りを使って入れていきます。もう一つ今日のご紹介はフレンチプレスです。パッと見て紅茶の道具に見えますね。でも実はこれはコーヒーを入れるコーヒープレスという道具です。コーヒーを入れるととても美味しくなりますので、ご家庭にある方はぜひこちらをねご利用ください。では、まず、ペーパードリップをやっていきます。はい、ではペーパードリップを、行います。ペーパードリップですけれども、一昔前は、職人が入れて、美味しいコーヒーとかいうことでやってたんですけれども、今はそうではなくて、誰が入れても美味しく入るということで、コーヒーの粉の量、お湯の量っていうのを全て、こういう測りで測ってしっかり合わせていくという方法を行っています。では入れますね。沸騰したお湯を一呼吸置いた今92度とか93度ぐらいが、ペーパードリップに適した温度になります。それでは、入れ方ですね。1回蒸らし3回抽出を、2分ぐらいの時間でやっていきます。では、時間計っていきますね。スタートです。今ねこちら蒸らしをしています。新しい豆を挽きたてのコーヒーはこのようにブクブクと膨らんでいきます。でちょうど今コーヒーがね蒸らし状態で香りと味を作っていってます。このブーッと膨らんだものが収まる頃、大体30秒ぐらいですね、第1回目の抽出を行います。真ん中からスタートして渦巻き書いて、でペーパーにはお湯はかからないように、で真ん中の方に戻ってきます。で今回は 16g のコーヒー豆を使って、だいたい 200cc のコーヒーを抽出しています。今2回目のねお湯をかけるのを終わりました。1回目2回目3回目すべて同じやり方です。真ん中からお湯をかけて、渦巻きを書いて、ペーパーに当てないでまた帰ってくる3回目ですね。これでフィニッシュになります。はい、で今お湯がコーヒーがツーッと落ちてますね。これがだんだん、少なくなりまして、ポトポトっていうことになってきます。ポトポト、ツーがポトポトってなりましたね。ポト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 、もうすぐポト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 ってなりますね。はい、ポト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 っていうこの状態で、上のドリッパーを外します。今大体2分15秒で終わりました。こちらで、ほぼ 200cc のコーヒーが出来上がりです。とても簡単でいつも美味しいコーヒーを楽しんでいただけます。ペーパードリップは、こちらのようにクリアですっきりした味わいになります。それではフレンチプレスの入れ方をご紹介いたします。フレンチプレスは、こういった外しますとメッシュの開いた中蓋、外蓋、それからこういったガラスの器になっています。ここに直接コーヒーの粉とお湯を入れて抽出するという道具です。それではやっていきますね。まず少し温めます。はい、でここ
ここに直接粉を入れます。ペーパードリップと一緒で 16g 約 200cc のコーヒーを抽出します。お湯、沸騰したお湯、少し、一呼吸置いたお湯ですね。やはり92度から93度、まず半分程度入れます。で、コーヒーとお湯をよくなじませて、それで分量のところまでお湯を入れていきます。この道具は、お湯の量がここで分かるように作られてます。この白いところの下のところまでお湯がいくように、はい、もうこれで終わりですね。すごく簡単です。お湯の出ないところ、出るところがありますので、出ないところをこの口のところに置いて、はい、この中蓋を上げてこちらから4分待ちます。はい、4分経ちました。それでは、こちらのですね、お湯の出るところをこの口のところに持ってきて、プランチャー、内蓋をね落とします。それで、こちらの方に注ぐだけ、本当に簡単に、コーヒーが楽しめます。フレンチプレスの方は透明感はありませんが、コーヒーを 100% 味わえるまったりとしたコーヒーになります。ペーパードリップ、フレンチプレス、それぞれの味わいがあります。その日の気分やお好みに合わせてどうぞお楽しみください。お店では、こちらのペーパードリップ、フレンチプレスのレシピなどもご用意しております。ご必要な方はどうぞお申し付けください。